よく考えると長時間座りっぱなしなんて負担かかりそうって言ってますけど、まあ、ね、大丈夫ですか？場所がね、いつもの作業付けではないっていうのが結構負担かな。作業してる椅子とは違うからね。まあ、というわけで、あの、皆様、誰かブルーマジックをプレゼントしてください。知ってます？ブルーマジック。知らない。なんか、通販番組で、卵が割れてないわって、低反発の。低反発。やつ。あれが効くのかどうかもわからないですけど。先ほども言いましたが、質問コーナーはとりあえずペン入れが終わったらやります。ドン・キホーテで安売りしてます。本当、いくらですか？あれ、僕安いところで見たら5480円ですね。一番安いところで。クッション。クッション。クッションなの？クッション。あれは。なんかジェルみたいな椅子ですよね。中にジェルが入っていて。ここで言うことじゃないですけど、あの、本当に卵が割れてないか試してみたいって書いてあるんですけど、試した人知ってます？身が出ました。割れちゃいましたね。割れない時もあるんですけど、あの、座る場所によって、卵を置く場所と座る場所によってはやっぱり割れないんですけど、逆に座る場所と、卵の置く場所によっては割れます。1980円。安いですね。やっぱりそううまくはいきませんよね。あの、卵を置く場所によるんですね。卵の後ろに、後ろがあれ、あの、なんて下にへこんでんですよ。こうくぼんでるっていうか、あそこに置くと割れません。あの、割れないですよ。変なとこ置くと、まあそれは割れますよ。
で話変わるんですけど、さっきあの色紙よな4枚並べたじゃないですか。その、 あの画像じゃあ今からアップしとくんで、まあ見といてください。はい、あげました。もしかしてこの畳は匿名さんのものですか？ああ、そうです。あと私が縫いました。畳は私が縫いました。縫ったというか、あのその辺の端材で、ガンタッカーで留めただけです。縫ったわけじゃないですけど。